こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫ですえ。今日は、航空券の、ね、えー、探し方、まあ。特にね、えー、エコノミーだと、まあ、最近は結構、まあ、どこも割と安くしてるというのがあるんですけど、まあビジネスクラスだとね、えー、割引率が、割引して乗せてるところと、割引のほとんどないところと、まあ、かなりね、極端な差が出るんで、 それをどういうふうに探すか、どういうふうに私が探しているかというのをちょっとシェアしたいと思います。まずね、えー、フランスのボルドーワインのね、えー、生産地ですけど、まあ、そこでなんとね、給水所にワインやステーキの置いてあるメドックマラソンというのがあるというのをね、えー、神の雫という漫画を読んでいて知りました。そんなのあるんだと。でボルドーはね、ちょっと行ってみたい場所だったんで、あじゃあせっかくだからそのマラソンね、 出てみようかと、まあ、今までね、マラソンなんて何が面白くて走ってんだろうって感じだったんですけど、まあ、急にこのマラソンの、えー、存在を知ったら画然、がぜんやる気満々になって、まあ、形から入るんでね、えー、ガーミンの、えー、GPS 付きの、ね、脈拍とか、えー、測れる時計を買ってみたり、ね、ランニングシューズを買いました。で続いてね、やっぱ航空券の下調べという感じなんですけど、 やっぱりヨーロッパはね、遠いんで、まあ、ビジネスクラスで行きたいと。えー、去年、エコノミーで行きまして、まあ、A380 のタイ航空でね、えー、いい座席をしてできたから、まあ良かったんですけど、まあ、ただ、やっぱしんどかったですね。で去年ん、安かったの12万ぐらいかな。で、えー、ロンドンで3ヶ月間の航空券買ったんですけど、まあ、えー、中東経由だと、まあ、安いというのはね、 まあ元々知ってたんですけど今回ね、どれぐらい安いのかなと思って調べてみたら、まあ、結構安い、ね、高めのエコノミークラスぐらいの料金でビジネスが乗れるというのを、ね、見つけましたんで、まあ、それをお知らせし,しています。まず、私の場合はこのスカイスキャナーという、ね、サイトで、東京パリと検索して、まず、どこがいくらで出してるというのをこう見ます。 で大体ね、この一覧に出てくる最安値、ね、例えば、えー、エールフランスの60万とか、えー、エミレッツの49万9千っていうのはね、これは大体、まあ、航空会社の値段と一緒なんですけど、たまにね、20何万とか安いのが、航空会社の直接で、まあ、このぐらいの金額ならいいんですけど、中にはね、評判の悪い旅行代理店の、まあ、料金ということもあります。 これ旅行代理店でね、今ね、結構な大手が潰れてますからね、えー、ネット型の旅行代理店の航空券は私は買わないですね。まあ、仮に、まあ、JTB とかね、近畿日本ツーリスト、日本旅行あたり、まあ HIS ぐらいまでいいかな、だったら買いますけど、まあ、そこだとね、あんまり値段も変わんないんで、まあ、使わないと。結果として航空会社直で取ってます。でこれで見るとね、やっぱ中東系の、えー 会社カタール航空とエティハド、ね、え、安く出てきました。でカタールはね、これ旅行会社経由で、カタールの航空サイトで見たら高かったです。そうそう、安直にね、フランスだから、エールフランスか、まあ、いつも使ってる日系なんていうと、全部ね、この60万以上します。ちなみに。で、同じ日程でね、東京から、パリぱ、ねえー、エミネーツだと、 499,290円、ね。さっき出てたスカイスキャナーはエミネーツの料金と一緒でした。でエテハードだと235,580円、ね。これも一緒ですね。でカタールはね、えーまあ、旅行代理店のみ、あるいはこの航空会社直だともうその割引の方が売り切れちゃってるみたいで496,650円と。これ中東経由だとね、この50万弱っていうのが、まあ、およその料金なんでしょうね。そうするとこのエテハード今半額じゃんと、ね。 えー、これは実にいいなと思いましてちょっとね、えー、予約しちゃおうかなと思っているところです、まあ、このふうにね、えー、航空飛行機料金それから割といいホテルのね予約代金って、まあ、探し方によってね値段が倍ぐらい変わってきますで倍っていうのはねオーバーじゃなくて特に 二、えー、人で旅行するんじゃなくて一人で旅行するという私みたいな旅行の仕方とか、あるいは子供がいるんでね、三人とか四人っていう旅行の仕方だと、まあ普通に旅行代理店に申し込んだりするのと、自分でね、えー、価格比較して、えー、ホテルと航空会社、まあ航空会社は直、ホテルはね、えー、直接か、あるいは、えー、ブッキングドットコムとかね、えー、そういう、えー、比較サイトで申し込むと、まあ、 半額で取れるってことは割とよくあるんでね。これを何年だろうもう。二十歳前半ぐらいから旅行行きだして、今50ですから27年間ね。しょっちゅうこんな比較してます。この、この比較はね、同じ商品の金額でも全然違うというのでね。何しろ価格を比較してね、お得に旅行行くとか、まあお得な 商品を買うとか、まあそういうのが好きだったんでね、えー、まあそれが、この転売という仕事になって、そしてまたずっとやっててね、教えることもできるようになったんで教えてるというのが今の仕事になってます。まあもといい、まあ航空券取る際はね、まあこんなの参考に、あるいは旅行に行く際はね、えー、この辺に行くんですけど、この探し方でいいでしょうか、あるいはね、えー、なんかこの日程で、えー 何を目的で行くんでしょうけど、安い,安いというか、お得な航空券とホテルおすすめありますかという形でね、まあ、聞いてもらえば、まあ、旅行の相談なんかも乗りますし、旅行はね、ちょっと豪華に行くと、ね、あっという間に100万、200万という金額になりますから、まあ、メインのホテル代とね、飛行機代、安くできれば、それこそ一撃で50万、100万の得になるんでね、まあ、有効にサポートをお使いいただければと思います。 以上天馬アカデミー堀秀夫でした。